はい、続いて5番です。いきますね。大きい5番の中に2問あるわけだけど、そのうちの1個目、下の図のように 9個の点を一定の間隔に並べて作った図形を1番目とします。1番目ね、確かに9あるな、333で。で、図2のように1番目の図形の右側に点を5個ずつひらがなの句を左右反転したような形に並べていき、ちょっと邪魔くさいですけど、1個目がこの9個なんで、そこに空の反対向きに 1,2,3,4,5 個ついてる。ああ、ついてるね。で、次の点の数が少ない順に2番目3番目、要はだからここに1番目あったやつに空が1個ついたらもう1個空がつくっていう感じに増えていくよっていう感じでしょうね。意味わかりますか？で、点の数が話題になっているので一応数えておきましょう。9です。次は5足されて14です。次はさらに5足されて19ですって順番に増えていくよってことですね。じゃあ4番目の図形ではってことやけど、まあ19のさらに5個増えるわけだから、まあ24だよね。まあ、これは普通に規則性の問題の中でももうそのまま数えればいいだけのやつですよというふうになってます。じゃあ括弧2番、点の数が全部で144個になるのは、144をちゃんとつけてあげ、丸してあげて何番目かなってことなんですけど、これはですねちょっと難しいかなと思ったのは、まあ、数えて5ずつ数えていって根性で出した人もいるかもしれませんが、それはちょっとあまりやってほしくないというか、もう最悪のそれはあの最終手段というかね、思ってほしくて、式を出すっていうのがこの規則性ね、順番にこうなっていきますよっていう時には式を出すっていうことが規則性問題のポイントだよと。で、どういうふうにじゃあ考えたらいいのか、ちょっとまあ難しめなので一応星はつけときますけどね、この星マークにしとくんで、まあちょっとしんどいわ難しいわっていう人はまあ飛ばしてもらっていいですが、考え方的には5ずつ増えるってことは 5x っていう、こういう考え方、1個につき5ずつ増えるから5の倍数ずつ増えていってるんだっていう規則を見つけてほしいんですよ。ただこれ1番目が5で2番目が10っていう増え方やったらいいんだけど、1番目が9で14ってことは、まあ5、10、15からするとずれてるわけじゃないですか。どんだけずれてるのっていうのを考えると、あ、4個ずれてますよね。 5x に最初は9になるために4を足すって考えると、これがこの今回の規則性を表す式になるよと。これイコール144っていう風にしてあげると方程式ができて、これを解いて x は28、要は28番目になるっていうことになるわけです。で、ちょっと簡単めに、規則性の式を表す練習ちょっと作っといたのでメモしてください。この青字で書いてるとこね、3579っていう感じで2ずつ増えていった場合はって言ったら、当然これは 2x って考えるんやけど、最初が3なので2じゃなくて3なのでプラス1するよと。そうすると何番目は、 X 番目はって言ったら 2X プラス1っていう風に言えるんだっていうことになります。じゃあ1、4、7、10ってこんな風に増えてたらって言ったら、これは3ずつ増えるじゃないですか。プラス3、プラス3、プラス3なので、つまり 3X ずつ増えるよと。でも1番目が1なので、3ではなくて1なのでマイナス2してあげて 3X-2、 X 番目はって言われたら 3X-2 っていう数字で表せるよ。こういう規則性の式を作る練習っていうのもこれからやっていきましょう。以上です。では次、図形問題。下の図1において立体 ABC、 見えるようにしようかな、ABCDEF は AC が12センチ、 BC が8センチ、 ACD が90度、ちゃんと書き込んでますか。12、8、90度やからここ90っていうこの直角の表す印をつけて、直角三角形を底面としてますよね。底面とし、 AD が16、ちゃんと書いてね、 AD が16を高さとする三角柱ですよ、ちゃんと書き込んで、なるほど読み取れているぞ自分っていう風に思ってほしいわけです。で、次、辺 AC に点 P を取り、 AC 上に点 P を取り、 P あるね、 P あるなと思いながら見るわけです。点 P を通り、面 BCEF、 面BCEF、 ここですね、ここに平行な平面と辺 ABDEF の交点をそれぞれ QRS としますって書いてるけど、見てあげたらいいわけね。ここに平行な QP 以外の QRS っていうのを取ったんだということが分かれば、ああなるほど、ここに書いてるのはそういうことかっていうふうに思えるんじゃないでしょうか。
その上で、はい、三角形 ACQ の面積が36。 ACQ ってどこやって言ったら、はい、ACQ ですね。なんかちょっと分かりづらいので、まあ、このまま考えてもいいけど、こっちに書き直しました。この直角三角形をね、 ABC っていうのをこういう風に書いて、しかも長さもね12と8っていうのを書いて、直角印もつけて、で QP っていうのは平行なので、こことここは平行なので、こういう風に書いて、ほんで ACQ ってどこってたらここですよね。 ACQ が36平方センチ。さあ、ここまでちゃんと読み取れた上で問題解いていこうねっていうことになります。ちなみに1番は頑張ってほしい、 CP の長さ頑張ってほしいんですけど、2番の問題はちょっと難しかった、もうこれはもう無視していいよっていう人も結構いると思います。一応解説はしますけどね、まず1番は必ずというか、まあ次似たような問題が当たった時は解けるようにしましょう。じゃあどういうふうに考えるの、CQ の長さを出せって言われてね、ここの長さ出せって言われてるわけですけど、ここってどういうふうに考えたらいいのかなっていう、そういう問題ですね。で、考え方としては、ACQ が36平方センチって書いてあるから、これ絶対使うやろって思ってほしいわけです。これどうやって どうにかして使えるはずだって思ってほしいんだけど、これ以外にね、 ACQ 以外に三角形で求めれる面積あるの分かりますか？どこかって言ったら、そう、 ABC は出せますよね。これ直角三角形なんだから、底辺8、高さ12の直角三角形で、おってことは、じゃあ、はい、どういうふうに考えられるかって言ったら、 ACQ っていうのも分かってるわけだから、じゃあこの残ってるちっちゃい三角形、ここって出せるんじゃないの、 BCQ、 三角形 BCQ は大きい三角形 ABC から、ACQ を引いたものになるよね。 BCQ は今の話から出すと12っていうのが出せますよと。ということは、ここは12平方センチなんだなっていうふうに考えます。で、じゃあそこまでいったら、ごめん、 CQ じゃないな、 CP か、 CP ですね、ごめん間違えた、ここじゃなくて CP、 ここの長さを出しなさいっていう問題やけど、ここはって言ったら、はい、今この面積が12って出たんだから、じゃあ底辺 BC、 高さ CQ の三角形が今言ったこの12の面積の三角形ですよね。 BCQ っていう三角形は底辺が BC、 高さが求めたい CP かける2分の1なので、こう代入すると面積は分かってる、 BC も分かってるっていうことで、 CP イコール3っていうのが出せますよと。ここは3センチなんですよ、つまりここ AP は9センチだよね、ここが3でここが9っていうのが分かるっていうのが1番の問題です。さあ2番目やけど、2番目は下の図の図2のように、辺 AC 上に、あ、ここちょっともうむず、絶対難しいわ、無理やっていう人は飛ばしていいからね、ここで映像を止めて次の問題に行きましょう。ちょっと聞いときたいな、やっときたいなという人は聞いてください。辺 CE 上に、 CE ってどこやって言ったら、あ、ごめん、 CF 上に、 CF 上に TF が4センチ書き込んだよ、 TF が4センチとなるってことは、はい、こっちは12センチなんやなっていうのも書いておくようにね、わかりますか。ちょっと新しく得た情報は、書いてない情報は自分で書く、色変えとくようにしようか。ここが12だよね、ここが4なんだからっていうのはわかるよと。で、線分 AT と線分 PS の交点を U とします。ここのところの点をつないだら、はい、ここに U っていう点ができるよねと。さあ、この時四角錐 RADSU の体積って書いてあるんやけど、 R ここにありますね。で、底面が ADSU なんで、 ADSU、 これなんていう図形か、まずイメージできないといけないですけど、底面というのは、これは、はい、台形ですね。底面は台形ってことは、今これ俺がうっすら青くなぞったところは、台形の面積をちゃんと出せればいいので、お、じゃあ AD は16って分かってるぞ、こっち US っていうのが分かれば、上底足す過程かける高さ、上底足す過程を足したものかける高さ割る2がこの底面の面積になるっていうのが分かるんで、よし、求めるのは US が必要だなっていうのが分かるわけです。 OK ですか。まあ、あとはもちろん体積を求めるには、こっちの R からここに下ろした RS っていうこの長さも必要にはなってくるんだけど、じゃあそれぞれどういうふうに考えるか、ここが難しいんですよと。台形、
の US の部分は、まあ、7センチってさらっと答え書いてるんやけど、どうやって出したのということなんです。これっていうのは、書き込んだ12センチっていうのから分かるように、ここ12センチですよね、もともと。でここも12センチで、ここ90度っていうのが分かってたら、つまりこれっていうのは直角の二等辺三角形やということが分かります。いいですか。直角二等辺三角形だぞと。ということは当然ここにこういう補助線を引いたら、ここも12センチになり、言ったらこれは正方形になる。わかりますよね。し、まあ、当然ここの長さは4、ここも当然4になる。し、じゃあもう一個このちっちゃい三角形あるけれども、ここに同じようにこの U のところにこういう平行な、こいつらに平行平行平行な、ちょっと歪んでるけど、線を引いてあげると、ここも当然12センチで、当然ここの長さは3って分かってる。じゃあここの長さはって言ったら、ここの長さも同じく全部これ直角二等辺三角形になってるわけです。ちっちゃい三角形、こことここの長さ一緒、この大きい12と12も一緒、まあ、ここは3とここも3なので、つまりこの4の上 U からこの点までのところっていうのも3になるよねと。じゃあ US の長さは7センチになるよっていうのが分かるわけです。ここが多分一番難しかったんじゃないでしょうか。 US は7センチ、じゃあ台形は7センチ上底、16センチ下底、足したものの高さ SD なんで、ここは9センチでしたよね。 AP と同じ SD は9センチかける2分の1で、まあ、こういうふうに出せると。もうちょっとこの 23×9 するのがめんどくさかったので出してませんけどね。2分の 23×9 が台形の、要は底面の面積になるよと。じゃあ順番ちょっと前後しましたけど、高さ、この RS っていう高さは何センチなのって言ったら、高さはさっきの1番のところでこの QP と同じ長さになるので、 QP っていう面積をちょっと出してみようぜっていうので、 QP ね、ここの長さ、ここの長さが分かればいいんだけど、ここっていうのは ACQ、 この ACQ が36平方センチだったから、これをこう横からこう首をね左に向けて見ると、底辺が12かける高さこの QP っていう式でも出せますよね。かける2分の1すればね。ってことで12かける QP かける2分の1が36になるってことは、 RS イコール QP は36割るこの底辺とさ、割るにしたもの、まあ、ごめん割るにしたのでかけ2分の1だな。すれば答えは6センチっていうのが出ますよと。ここ6センチです。つまりここ高さは6センチになるよと。じゃあ体積はって言ったら、台形の形をした底面かける高さ6センチかける3分の1ですよね。体積なので水の体積3分の1をかけて、答えは207平方センチっていうふうになる。これはちょっと難しかったと思いますが、ここまでの以外の問題でアプローチできればいいんじゃないかなと思います。まあ、ちょっと偏差値50後半とか50ちょっと超えてる人は、最後の問題もトライしてみてはいいんじゃないか。そういう問題でした。以上です。